おはようございます大キです今日は日本におけるヘミシンクの第一人者坂本正道先生のインタビュー動画をお届けいたします今回2回目になるんですがそもそもこのヘミシンクうまく扱うことができれば人間の変性意識状態というものを作り出すことができて私たちが今知覚しているこの世界とはまた別の世界を体験することなんかが可能になるんだよということで そちらをですね長年ご体験ご研究されていらっしゃる坂本先生に前回はいわゆるこの世あの世のあの世の部分についてお話を聞かせていただきましたこの肉体の人生を終えた後三途の川とかっていうふうにねよく言われるああいうこの世とあの世の境目を越えた後どんな世界が 待っているのかという部分。そしてですね、そこで終わらずに、だからこそ、じゃあ今ね、こうして生きている時に、こういう部分で気をつけて生きていった方がいいんじゃないかというところまで教えていただきました。で、前回の動画の前半部分でですね、そもそもこのヘミシンクって何なんですかね、作られたロバート・モンローさん、どんな方なんですかとか、 このフォーカスレベルっていう特殊な言葉が出てくるんですけども、こちらについてなどですね、詳しくお話しさせていただいております。ぜひね、そちらまだの方、合わせてご覧いただければなと思います。ただ、ここでね、前回も言ったんですけど、大事なことなので、もう一度繰り返させていただきますが、このヘミシンクのですね、考え方、基礎的な部分としては、信じる、信じないとかじゃないんだよと、体験して、 知るということが大事であって、このお話を鵜呑みにしてくださいとか、そういうことではないんだということですね。ただ、まあ、いろんなね、事情があって、やってみたいけど、ちょっとね、今はできないなとかっていう場合もあると思うので、この実際に体験されて来られた坂本先生のお話を伺って、まずは追体験させていただこうと。ね、そこから自分なりにこう、いろんなことを考察してみたりっていうのも一つ、 楽しいんじゃないかなと思いましたので、今回もですね、お届けさせていただきます。で、簡単にですね、前回の復習と今回のお話で出てくる初めての言葉もありますので、前提の補足させていただきます。このフォーカスレベルっていうのが、いわゆる意識の状態ですよね。この世界が変わっていくよと。で、前回ですね、簡単にまず10から15っていうのが、 普段私たちがこう、近くしている世界とはまた全然違ってきちゃう。時間がなくなったりとかってね、近くが拡大していく。で、21というのが、いわゆるこの世とあの世の境目だよ。三頭の川みたいなものを見る人もいるよとかっていうところ。で、そこを超えてですね、前回のこれメインのお話でした。22、23というですね、まあ、囚われてしまっている領域があると。で、さらにですね、それを超えても、 24、25、26とですね、新年体系領域という、これもですね、ある意味、精神的な部分でとらわれてしまうとかっていうですね、場所があって、ここにとらわれてしまうとなかなかですね、27という、いわゆる中継点、次の生まれ変わりに向けてね、いろいろ計画したりっていう場所にまで行けないから、スムーズに次の姓に移ることができないんですよというお話。 で,したで、したで今回のお話はですね、これより上のお話になってくるんですが、その中でですね、一部、救出という言葉が出てくるんですよ。で、この救出活動っていうのは、このヘミシンクを通じてですね、23から26までの間にとらわれて、輪廻、 の輪からね、ちょっと外れてしまってるとかっていう風にね、見ることもできるかもしれないんですが、そういう人たちを助けると、27までいろんな方法を使ってね、連れていくんだということらしいんですね。で、それによってその人たちも生まれ変わりをすることができるんだとかっていうので、もちろんそのヘミシンクだけでこれをやってるわけじゃなくて、もともとその27とかでね、働いている人もいるんだよ意識もいるんだよと。 で、そういう人たちがえ、この23から26とかの人を、こう、いつもね、助けてあげるとかっていうのをやってるんだけど、坂本先生たちも、このヘミシンクを利用して、そういう体験もしたりしてるんだというところなんですね。で、このあたりのお話ね、ちょっと時間的にカットさせていただきましたので、え実際にはですね、この言葉だけ今回登場しますので、えそちらね、ちょっと頭に置いて、最後までご覧いただければなと思います。 それではその上ね27から上今度宇宙とかあるいはその宇宙の果ての果てまでいったら一体どうなってるのかみたいなところまでお話を呼びますので坂本先生のお話じっくりお楽しみくださいどうぞ前回フォーカス27までお話を伺いましたのでその後の お話をぜひ教えていただきたいと思います。二十七から上のね、フォーカスのいくつもあるんですけども、そこから上は、あと飛び飛びなんですね。その。二十七の上というのは34、三十四、三十五という一つの、まあ、レベルがあります。うん、で、その上、今、さらに四十二というのがあってですね。さら、はい、に四十九というのがあって、まあ、七つずつこうね。まあ、上がっていく。 この辺から先、まあ、35とかから先になってくるとですね地球から出ていく外という話になって、ねはい、まあ27までは地球での輪廻転生というのがまあほとんどなんですけど3035ってとこ行くとですね地球外生命体がたくさん集結してるっていうのが <laughs> 地球の外なんですけど <laughs>、はい、宇宙空間に地球外のまあ生命体がものすごい数集結してるんですよ、はい、宇宙船に乗ってたりとかいろんな話でね。えー でこれ何してるかっていうと今地球ですごい一大変化が起こってて、はい、いわゆるあのアセンションと言われてる人類のがこう一大進化発展するというね、はい、今そのま最中なんですけどもその様子をまあ観察に来てるのがその3435というレベルであり、まあ、地球の外なんですけど、はい、あのそこから地球の様子を見てるて、ね、へえ<ー>、そこにまで行くとたくさんの,その地球外生命体がいて。 パって話をしたりあの更新したたりり更新できるんですけどね。はい、で彼らは地球での今起こっている人類の大進化を目撃というか見てる<ー>あるいはその手助けするあ、はい、手助けするに、はい、ために来てるのも大勢いるんですけどね、はい、で結局ねある意味我々っていうのはそういった仲間を代表して地球にやってきて地球を体験人類を体験し,してるっていう。 だからその仲間の連中がそ自分のことを手助けにこう来て,てあ<ー>だから、まあ、自分自身も地球以外にもたくさんそういう生命系があって、はい、人間方ももちろんあちこちにこうう生命系があっているんですけども、はい、人間じゃないのももちろんいろいろやりますけど例えば竜だったりね。 なんか別の生命体いろいろ遍歴した後と地球に来て3035まで行くとそういった時の仲間なんかがこういたりとかね、はい、するんでそういう仲間の、まあ、平たく言えば宇宙人、はい、宇宙生命体に会うなんてことも起こり得るんですね。はい、あとね先ほど言ったトータルセルフという自分の過去世の集団、はい、でモンローはね「アイ、えー・ゼア」と呼んだんですよ。 向こう側にいる自分という意味で。I イスラッシュゼアと。はい。読んだんですけど。はい、それが。一つの、まあ、集団として。34、35に行くと。いるんですね。はい。そこにアクセスすることもできるんです。はあ<ー>。だ、自分の。その、いろんな過去生。にそこに行くと。こう。まあ、会うというか。 あの情報をもらうこともできるんですね。ねこのレベルまで来るとね、非常に面白い。でさそこから、このまた七つ上の四十二まで行くと、今度はいろんな星を訪問できるんですよね。はい、で、まあ、近場にあるところでは、例えば有名なとこ、ろはプレアデス星団とかね。お<ー>あのプレアデス星団とよくプレアデス人とかね、えー、言われたりしますけど。はい、人間型もいるんですよね。あだから、そういう人間型の存在たちにあったり、それ以外の人間じゃない。 よくわかんないうまく把握できないような生命体がいたりとかね他にもいくつも星があるんで例えばアークテルスとかね、はい、アークテルスってこの辺の一つのなんか学校があって例えばこの地球に来て宗教活動をやる人とか、はい、例えばキリストとかね、えー、か江戸川慶水とか、はい、地球に来る前に一度アークテルスで学んでるんですよね、はい、勉強してから地球に生まれてくる宗教というか精神性を学ぶための学校があって。 それ以外にもそのシリウスだったり結構いろんな星があったそういうところを訪問するとですね、はい、地球の文明に影響してたまあ宇宙人というか、はい、そういうのがいたりねシリウスからこう来て教えもらってる、はい、そういう古代人とか多いんですね他にもいろんな星があってそういうところみんなね、はい、結構いろいろ文明があったりして個人的に面白かったのは古代にオリオン大戦っていうのがあったと スタターーウォーズの元ネタになった、えーあのー、星と星の間の本当戦争があったっていう風にいわれてて、はい、それはオリオン大戦って言われてるんですけどね、はい、この辺の、まあ、宇宙の近近傍の星の間で戦争があった時代があって、うん、それが、ね、オリオン座のある星の。 人類がどんどんネガティブの方向にいっちゃってですね最終的に帝国を作るんですね「あのスター・ウォーズ」全く一緒だ飛行艇がいてでその帝国支配っていうのがどんどん広がっていくてい,、はい、いろんな星をどんどんその帝国が支配していくっていう、はい、それに反乱軍っていうのがいてねその時言われてるのはその帝国じゃない側、はい、も結局ね思想的にはネガティブで同じだっていう。 やるだけで、はい、こっちはまあ、抵抗試合で、それはこっちに反発してるから。両党も結局ネガティブだったん。<ー>こっちが前で、こっちが悪とかじゃなくて、両党も悪というか<ー>、両党もまあ、ネガティブな。方に行ってたんで、それに、そっちで気が付くんですよね。我々も結局ね、やってること,と同じじゃないかっていう、はい、その辺から、だんだんポジティブ側に。なっていって、で、け、最終的にもう、今オリオンは。全部、ポジティブの方になったって話なんですけど。はい、どうも、その延長線を今、地球で。 みってるみたいでビオン大戦で、ね、そこでいろいろやってた連中が、うん、今この地球に転生して、はい、地球でね、はい、またさらにそれが、まあ、フォーカス42ぐらいで先ほどの35だと自分のアイデアというのがね、まあはい、アクセスできますよという話だったんですけど42に来るともう一個その上の段階でアアイデアがまた集団を作ってるんですよね自分のアイデアとそれにつながる人たちのアイデアが。うん 全部つながって一のでっかいまたさらに大きな集団を作それアイデアクラスターって言うんですけど、はい、そういうクラスターを作ってるんだっていう、はい、そこにアクセスできますよ<え>でさらにそこか49というところまでまた上がると、はい、こちらの方でいうとさっき言ったこのアイデアクラスターがまた別のアイデアクラスターがたくさん並んでて一つのさらに大きな集団を作るという,という、まあ、繰り返していくんですよ,、ねはい、より大きな意味での自分、はい 基本的に今自分のでっかいバージョンみたいなのがどんどん上に行けば行くほど大きな自分になってくるっていう感じでこう49に行くと銀河系天の川銀河っていうのね10万光年ぐらいの2,000億ぐらい星があるのかなその中も全部にもいろんな星があってそこにこう訪問できるしだからその銀河系を出て他の銀河アンドロメダ銀河とか数千億個の星の集団がまあいくつもあるんですけど そういういいところもこう訪問していくんですねで基本的にそういうところでこう訪問して出会うのはっていう自分の仲間知り合い先ほど言った間クラスターのさらに上の大きなバージョンのメンバーがいるところに行ってその人がやってることをの中に自分がドボッとスポッと入って自分のことのようにそろそろ目を通してこう見るというようなことが起こったりするんですね。 はい、とか神々として崇められてるような集団がいるんですよね、えー、そういう集団に会うって話を聞くこともできる、はい、あだから普通でいうと観音菩薩とか、ねあはい、古代エジプトの唐突神とか、えー、なんか有名どころかずらーっと10人ぐらいこう出てくる<ー>結局その人たちっていうのはすごいで,でっかいバージョンの自分の中の代表みたいな。はいはい 人たちというかまあ存在たち結構親しげというかこんな選ぶってないというか<ー>すごい高いレベルの、えー、そういう存在をあのみんな古代の人たちとかは近くしてて、はい、それで神としてこうばがめたりね、はい、してたんでうそういうの,の存在がつながるとか気が付くとかっていう人やっぱり。 昔かからいたわけです、ええ、神話とかに登場するような,ようなギリシャ神話出てくるなんとかの神様とかね、うん、そういう名前でも呼ばれてるだけでほんとはまた違うんだけど<あ>同じ人が世界中いろんな名前でこう呼ばれてたるわけですよ、はい、本当にさらに上があるんですけどね、はい、それのち,ちょっと理解を超えてくるんで例えば創造主みたいな、はい、その存在っていうのはもっと上ですそこからさらに上に行く機会があるんですよね、はいうんで ずっと上のほんとはるか上の方に行くと創造主というかまあ全体の源みたいな存在もいることはいるんです、はい、そこまでアクセスしようと思ってもまあアクセスできたかかかどうかすらよくわんない自分のちっちゃなこの理解範囲でしか,か理解できないから結局行ってもよくわかんないなみたいな、はい、<laughs> そういう体験をしますよね。 アイゼアーっていうのがまあだんだんクラスターになって、だんだん広がっていく。はいはい、結局なんかみんな元一緒だったっていう,そう,そ,う,そ,うそういうそういう話です。はい、だも想像種というか想像源っていうのがそれはこういくつも分かれて、はい、さらにそれぞれがまたいくつも分かれて、はい、またそれがいくつも分かれてっていう感じでブワーとそこまで来てて、はい、で結局宇宙とか宇宙もたくさんあるみたいなんですけど、それぞれが 探索してるもともと未知の領域でそれを探索してるんだっていう未知をを基地に変えててるるんんだっいいう言い方をするんですでよねでもそれ結局自分自身の内側ではあるらしいんですけど源自身が周りが結局自分源自身なんだけどよく分かってない部分を調べている探索するために自分が分裂していっていろんな体験をしながら。 をを基地に変えてるんだといいう言い方をしますよ、ねうん、の一番末端にいるのがこの自分みんな<あ>皆さんだっていうことでそれぞれがいろんな体験をして、はい、それが全部その上の方までこう戻っていって、うん、一つの知識になるという、ね、だ宇宙もこの宇宙だけではない他にもたくさんあるいろいろ本当、はい、でもね今の物理でもそういう話はね、はい、そういう可能性はあるだろうというかしてますから。スーパーパラブっていう言葉が その辺で出てきたかなと思うんですけど、ええ、そ,れそれはスーパーラブというのは、はあ、の源から発せられてるエネルギー生命エネルギーとも言ってもいいんですけど、ええ、それ自身がスーパーラブなんですね。はい、でモンローが作ったこれ造語なんですけどスーパーラブというのは、はいええ、でなぜかというとラブじゃないっていう超えるからスーパーだという言、はい方してるんですけど。ええ 人間はそれを普段体験したことないから人間には分かんないんだと、はい、でも一番近いのはまあ愛情なんだけどそれを超えるんでスーパーラブだということで本当は我々自身はそのスーパーラブでできてるし全部生命エネルギーなんでね基本は全部がスーパーラブの表現にあるんですけどもそれを我々自身が表現するときにいろんな信念とかを通って まあ理解したり表現したりされるんで、はい、かなり歪曲されてるんだ<ー>その純粋にスーパーラブを我々体験したことなければ聞いたこともなければ見たこともないんで人間には理解できないというか人間は知らないと、はい、でもモンローはそれを地球生命系から卒業するにはスーパーラブを自ら発せる発せられる人間になる必要がある、はい、でも実は我々自身はスーパーラブから出てきてる、はい、そ源からと。 一部なんで、源と同じなんですけども、周りをこうある意味覆っちゃってるんですよね。いろんな信念がなんだかんだで、だからスーパーラブそのものがこう光り輝くのを抑えちゃってるんですね。人間っていうのは。だから本当は自分はそれを発せれるんですよ。でも信念で覆っちゃってて、自分がそれを発することができるとは気が付いてない。で、卒業する段階になってくると、これは全部信念がいろいろ落ち落ちてくるんですよね。はい。 地球でま身につけたに、はいろんな。それが落ちると、自分が一人でにスーパーラブで輝き出す、そうすると卒業できるということなんですよね。はい。だから、その源の持っているエネルギーそのもの。はい。をピュアにそのまま。こう出したのがスーパーラブ。ふう、はい、普段、我々はその。それをいろいろ歪曲させて。発してる。はい。だから。我々が発してるの、その生命エネルギーなんだけど。はい。形変えたり、いろんな形で。ああ。 前々のそのたえ感情も全部本当は生命エネルギーなんだけど、はい、それをいろいろな形でネガティブになったり、はいろんな形で感情を体験してるのは、はい、前々のってその信念がそれをこう色付けしちゃってんだっていうねうだそういう信念がでも落ちれば、はい、純粋なスーパーラブ生命エネルギーを自分が発することができるようになりますよとうんそれが卒業する段階はそうなりますよと門呂、はい、は言ってるんですよね。 モンローの方だと地球学校って言い方するんですけど地球学校には卒業というねあの段階があるんだとそれ変身クと先ほど言ったみたいに信念を手放していくための自由になっていくための道具だっていうのは結局必要な信念もありますけど不要な信念で自分のことを制限するような信念そういうものを手放していくそうすると自然に自分が本来持ってるスーパーラブを発するようになるんだという。 先ほどのお話で計画して次こうしていくここの場そうとかっていうのもそのためのはいはい、はい、そうそう大きな流れとしては、はい、徐々にそういう学びを得ながらそういった、まあ、自分にとって不必要な自分を制限するような信念を手放していく、はい、そのためのまあ道、はい、学習というかね、えー、ただその物質世界で学ぶべきことを学び必要がある、はい、そのためのことが来てるんでね、えー、学ぶべきことを学んで でも制限するのが手放すという<ー>学んだものは別に捨てる必要ない学んだものは貴重な宝なんで、はいえー、それは持ち帰るんだけども、はい、そうじゃなくて自分単に制限するだけのものは手放していく、はい、そういう言い方を、はい、のしてるんですよね<ー>だからわざわざわ地球に来たってことは地球の中でやっぱり学びたいいろんな貴重な体験したいわけで地球でしか経験できないことがあってきたけどでも 逆に自分を制限しちゃうことも出てきたそうですね<ー>その体験を通して自分のことをどんどん制限していっちゃうようなものが身についちゃってるんであ<ー>それはもう不要なんで手放して、はい結構ね地球ってリアルにいろんなことを体験できてだからその普通の観点がその倫理的に悪いようなことでもそれは一つの体験としては重要非常に価値がある。 はいはい、苦しい体験悲しい体験なんかいろんな体験あるんだけど、えー、あんまりその人間の目から見たら思わしくないような体験なんだけども、はい、それは単に我々の持ってる信念がそう思わせてるだけで、はい、地球出ればね宇宙から見ると、えー、その全ての体験が非常に貴重な体験だという言い方をするのです、ねはい、も白かっのあるどっかの星に行ったらそこの星の人みんなハッピーなんだ。 で中に一人だけね、はい、ちょっと不幸を感じてる人がいたらみんなが絶賛されるんです <laughs> あなどうやったらその不幸を体験できるんですか?」逆に逆でそういうのはそのみんなハッピーでそっから先発展できないんだ、うん、ハッピーすぎて、はい、で不幸なことがあるとそれを元にして発展できるから不幸な体験がすごい重要だとで地球がね不幸なこと体験できますよ、はい、っていうね <laughs> 噂を聞いてね 地球にわざわざ不幸体験にね来るんだええ。貴重なんだって。それを通して学ぶことで今のレベルから一個上に上がれるんだって。あえて不幸体験するために地球に来るんだって言われたって。それを忘れてる。そうです。みんな不幸嫌だと思と。そうね、思いますけど。そこに学びがあるから、だから。 すべての地球上での体験はそう貴重なんだって言い方をするんですね。んどんな体験もそこで言っただそれ体験した後で感情的にそれが重い重しになってその信念としてネガティブな信念が結びついたっそれは不要なわけですよね。はい、体験自身は価値があるけど、はい、そこでネガティブな信念がついたやつはその信念はいらないと。これはねからってその。<laughs> ね 実際体験だけはまあピュアな体験でこれ別に色付けないんだとそれがいいとか悪いとかねそれは地球人の観点から見ていい悪いというあれだけど宇宙的にしてる意味は別にそこにはね善悪がなければっていうだからそのネガティブなそういう思い込みとか感情的なものとかを全部取っ払ってこのピュアな体験だけ持って帰るとでもやっぱそういう意味での感情のそういうまあ浄化というか。 いうネガティブなものを手放していったり、うん、で救出活動ってそれに役立つんです。実<は>そういうネガティブ体験をして、そのままそれでフォーカス二十三とかにいる場合が。あるで、ねうん、その時の自分を救出して、癒すことによって、そういう元になった、そのネガティブな感情とか手放す,ことができす、ね。こああ、だから救出して、その後、今度、先ほど言った二十七の癒しのところに連れてって、はい、そこで癒して。 感情的なものを全部手放しして浄化だから状態にすう、はいだから重要だっていうのは、うん、そういう自分が、まあ、そういうネガティブなものを全部きれいにして元の形に戻る、はい、そのためにも必要あのいろんなやり方があるんで、うん、ヘミシングだけがね、うん、全てじゃないんで、ええええ、いろんな宗教仏教なんかでもね基本的に。 なんやかんややかいろんなアプローチをこう言ってるわけなんで、はい、まあそれぞれの自分がこう気に入った道を、はい、歩んでいけばうまくいくんじゃないですかね、はい、坂本先生がずっとこうヘミシンクで研究されてきて今まあヘミシンクやったことないよとかっていう人もたくさんいらっしゃると思うんですが実際にその生きていく上でどういうところにこう生かしていけるかなとかっていうところがあれば。 教えていただければなと思うんですが。そうですね。二つあると思うんですけども、一つは、まあ、一番論評圏で。重要なのはですね。はい、死の恐れをなくすというのがね。はい、人間っていうのは、まあ、意識してるかしてないかにかかわらず、その死の恐れってみんな持ってるわけですよね。はい、それで、まあ。災難が生まれている人もいれば、全然気にしてない人もいますけど、基本的に、まあ、死の恐れっていうのはみんなあって、特に死、死の直前とかね。はい、どんどん出てくるわけですけども。はい その問題を解決するというのはモンロー犬の一番のあ<ー>まあや今までやってきた内容なんですよね。はい、それでヘムシンクとか聞いてですねモンロー犬のセミナーに参加することによって死の恐れっていうのがどんどん軽減していく、はい、自分はこの肉体だけじゃないんだとかね、はい、死後世界もあるとかねそういうのが分かってくると死の恐れっていうのが徐々に減ってきて、はい、まあ完全になくならないまでもかなりこう減ってきてですね、はい、最後にもうほとんどなくなっちゃうっていうのが、はい。 だからそこが多分一番大きくてその日々の中で、まあ、ある意味ボディーブローのようにこう聞いてる死の恐れっていうのが<ー>から自由になるそ、うん、こ,こから自由になるとねやっぱり何やかんや言ってお金がないだな仕事がないだとか言ったって結局あれ、うん、そのままで生きていけないっていうところが、ねはい、あるんで基本的にねみんな、えー、あのお金もけしようとかいろいろやるわけなんでねその辺の根本的な恐れがまずなくなる。はい でもう一個はやっぱり先ほど出てきたガイドと、はい、まあ一緒に生きるというか、ええ、ガイドの導きを得ながら生きていくというね、はいまあ、もちろん自分で生きてるんですけどもいろいろアイデアもらったりあるいは共同で何か未来を作ってる感じで任すとかは任すとかねそういう感じでやっていくとうまくいくんですね、はい、特にね僕の場合そう実感するのは不動産を探す時、はい、不動産物件、はい これはね丸投げじゃないけどなんかねタイミングがあるんですよねタイミングんか上でアレンジしてくれてるんですよ物件をだから探し出して見つかるまで早い23日で見つかるとかねネットで検索してね探すことここに来た時もここもすぐもう見つかったんですけどその前の時もすぐ見つかったんですね 早いんですよ、そういう<ー>不動産の時はね本当にそれ実感しますねはいでねあの逆に全然見つからなかったことが一回あって、はい、その時はこれ多分今は引っ越すタイミングじゃないんだなっていう,う思った<ー> 1>, 1年ぐらい探して行くいうなくてみたいな、はい、そういう感じでなんか今はタイミングじゃないんだなとかね<ー>タイミングなんだなっていうのが、うん、その時のコツとしてこっちが100%願ってるものからはちょっと まあ9割ぐらいで手をつってるの、はい、そこ100%をやっちゃうともうなかなか見つからないですよね、はい、まあなんかちょっとあるけどまあそこを目をつぶれば早い、はい、それを10割主張しちゃうとなかなか決まんないっていう<ー>上が多分そういうぐらいのところでまあ用意してくれるって感じですかね、はい、結構それ多いですよ今までの経験で、はい、なんかこう力の希望を出しておくとうまいことやってくれてるっていう、はい そんな感じがあってだかこういうのやりたいなと思ってそう希望を出してくとそれなりの方向にこう上の意思が自分の意思と一致してる場合合合致する場合はすんなりさあっといくどうも自分はこれ希望するんだけど上はそれ希望してない場合っていうのは全然全く進まないこれ多分違うんだなって方向転換するというね。 だからガイドと一緒にやるんだけども向こうの思惑とかを測りながらやると思うけど住んだりもう普段は別に繋がってるわけじゃないんですけどそういうもう一度そういうヘミシンクでうまく繋がってそういうのがずっとあると普段でももう。 任すとここはは任すし、しっちでややるるべきと本当に役割分担って感じですかねこっちでやるべきことやらないで全部丸投げしてもだめなんです<ー>自分のやるべきことは全部ちゃんとしっかりやるけども、はい、あとは任せますよみたいな。じゃあ結果にこだわらないですよね。まあこだわらないけどそともなくこっちは自分のやるべきことやったから、はい、あんたはあとは任せ的なねあそういう感じだと気が楽というか。はい それは、まあ、もう全ての人にガイドっていうのがついてるんですよね体験したことない人も一応い,いるのはいるんだなと思ってそう,そう,そういやいますから、はい、自分の意図を伝えてそれで向こうにまあ任せて向こうがやってこっちももちろん登力するし、はい、向こうからのもう,うまいこと引き寄せながらこうなんていうのかな<ー>一緒にやっていくっていうそうスムーズにこうスーッと流れていくていなんかじゃあ。 ここ、これやりたい。で、やること自分でやったけど、全然うまくいかないとかっていうのは。うん、多分ね、その方向が間違って間違ってる <laughs> あんまり運営が望んでなかったのかもしれないし。<laughs> あ,あれ逆に間違う体験が学びで必要だとかね。<ー>いろんな感謝があると思いますけど。はい、ある意味、その、まあ自分の、まあ、結構その、なんとなくそうなんじゃないかとか、直感的なものってみんな、うん 感じることってあると思うんですけど重要なんんですよねななとくそんな気がするとかねそういうのが日々でもあってそこでそのの自信が持てるるな家出かける前に今日なんか天気は天気いいって言ったけどなんか傘持っていかなきゃいけないような気がして持っていったら本当に降ったとかねそういうんとなくそんな気がするっていうのをそれに従うと意外と合ってたっていうそういう実績を積み重ねていくと自分のそのんとなくそんな気がするが も信頼できるの。はい。結局、でなんともそう思うってないうのは。多分ガイドからそういうメッセージが来てる。はい。だと思うんですよね。うん、あ、はいえー、だからまあ、積み重ねですよね。はい、そういうので自分が自信がも、思っていけるようになってくるとかね。う,ん,う,ん,、うん、うん。あ。なるほど。うん、結構そこの。なんか、なんとなくこうだなっていうのって、みんな無視しがちだと。そうんですよね。論理的に考えちゃって。はい、いや、これは、うん、論理だな、こっちだみたいな。えー、でも、なんとなく、こんな気がするんだけど。 そのロギは捨てたわい、です <laughs> <laughs> なんとなくの方に従った方が合ってることが多いです、ねはい、またそのなんとなくに従った結果パッと見てうまくいってないように思うことが必要だったりとか,うとかそ,うそういう場合はその学びが必要だったりとかねはいあ<ー>、はい、というわけでいかがでしたでしょうか今回も非常に興味深いお話満載でしたよねここで一旦ポイントのまとめさせていただきますフォーカスレベル27を超えて 34、35になると今度地球の生命系を超えた領域になるよと。意識がそこまで広がっていく。I, there, ね。 ここには地球外生命体がですね、まあ物質的なものもいれば、非物質的なものもいるけど、まあそういうのがね、いっぱい集まってきてるんだと。ね、そこでまあ交流を持つこともできるよというお話でした。ただ、これがさっき言ったアイゼア、つまり自分と何らかの関係がね、ある。まあこれについてね、トータルセルフなんていう言葉が出てきたので、ちょっと後ほど考察の部分で詳しくお話ししたいなと思います。 ただ、基本的には自分たちの仲間であると。でね、この地球の一大変化を観察、あるいは手助けするために来てくれてるんだよということですね。で、さらに上、42まで行くと、今度太陽系を超えてねえ、近くの銀河系内まで意識が、ね、広がっていくよと。で、ここにはさっきのアイゼアっていうね、まあ、トータルセルフ、大きな自分。 自分に分かれてくる前の自分がさらにです分、ね、かれてくる前の大きな自分みたいなものがあると。で、さらにそこから超えると今度49と、ここはですね、また銀河系を超えるとね、もう銀河系同士のその意識の広がり、つながり、ね、アイゼア、スーパークラスターとかっていうふうにね、言われたりするらしいんですが、まあ、そういうふうな、だん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 こう意識が広がっていくよっていうのを表されてるのが、 このフォーカスレベルというものですね。で、さらに上もあるんだっていうことだったんですが、今回はね、ちょっとここまで行ってもね、あの、 なかなか実際にね、体験された方でも、要は人間の理解を超えるもので、よく分かったようでかんないんだっていうことなのでね、ちょっとね、割愛させていただいたんですけれども、もっともっと上の段階があるらしいんですね。で、そうなってくると、どこまでも行くと、この果ての果てみたいなところには、想像の源みたいなものがあるんだと。 と,いうところですね、まあ、詳しく知りたい方はね坂本先生のご著書、ね、また読んでみていただければこの辺りについても触れられております。でそこで出てくるのが今回僕ね簡単に質問させていただいたんですけど「スーパーラブ」という言葉なんですよね。でこの「愛」をね、まあ、その純粋な「愛」みたいなものかなというね風に僕も思ってるんですけど。 直接的にどんなものかっていうのはね、やっぱ体験してみないとわからない部分ですが、まあ、生命エネルギーイコール愛なんだ。ね。すべてはこの世のね、もともとは愛なんだ。神というのは愛なんだ。とかっていうお話出てきますけど、そのあたりともですね、矛盾しないお話かなと思うんですよ。で、これを純粋に表現できるようになったときに、私たちはこの太陽系の輪廻から 超えていくんだっていうことで、まあ、その時にね今回のお話に出てきたアークトゥースとかっていうところを経由してね、まあ、卒業するのかもう一回戻ってくるのかとかっていうのを決めるんだなんていうお話もですねこれはですねあの前回冒頭でご紹介させていただいたサムネにも写ってるですね「あの高次元世界へ帰る道」日本江戸が KC センター会長の三田先生との対談本なんかにねちょっと詳しく出てきますんでもしよろしければね読んでみていただければなと思います。 で実際にまあそういうことをね、まあ、知っても知らなくてもというところなんですけどヘミシンクを長年ねこうご研究されてきて体験されてきて坂本先生が私たちにねこう伝えてくださってる部分としては結局ヘミシンク以外でもねできるけれどもねこれも一つの道具として使ってやれるっていう部分で恐れ究極的には死への恐れ人間 っていうのは肉体だけの存在じゃないんだとかっていうところをしっかり自覚して生きられるようになると言っても頭で分かっていてもやっぱりですねどうしてもいろんな部分で恐れっていうのが出てくるんだけどそれをですね増長させてるのがある意味いろんな自分のね観念 信念っていう言葉、前回出てきました。信念体系領域。こうしなければいけないんだとかね。こうあらねばならないんだとか。そういう部分も結構この恐れにですね、直結してくるんじゃないかなと。なぜなら、それが元で、こうじゃなきゃいけない。でもそうなれない自分とかっていうので、劣等感を持ったりするんですよね。で、この劣等感って僕はね、まあ、このヘミシンクの話と関係ないんですけど、今までいろんな本を読ませていただいてきた中で感じているのは、愛の欠乏感だと思うんですよ。 で、スーパーラブっていう話がさっき出てきましたよね。これが全ての源のね、エネルギーだと。で、これが自分で足りてないと、ずっとね、勝手に思い込んで生きていくわけですよね。そうすると、この肉体を終えた後も、ある意味ね、こうしなきゃいけない、こうしないと愛されないんだとかっていうので、 新年体系領域にとらわれやすくなっちゃったりするのかなとそうすると次の生まれ変わりとかっていうのがねまた遅くなってなかなかですねスムーズにこのいろんないわゆる成長っていうんですかね魂的な冷静の向上とかっていうのがはか,かどらないのかなとかっていう部分もねあったのでまあそのあたりですね恐れをしっかり克服していくんだというところを目的に生きていくとでそれから 直感的な部分ですね。これもやっぱり大切にしていきましょうねと。これが、いわゆるね、まあ、ガイドから来てるんだって、上の存在たちも手伝ってくれてるんだとかっていうお話だったんですけど、それこそ、この愛だと思うんですよ。だからそれに気づけるようになる。で、それを自分に許してあげるというかね、なんか自分の力だけでやらなきゃいけないんだとかっていうのもまたですね、自分をこう、縛り付けちゃってる。自分に対して愛がないですよね。だから、もうちょっとこう、 リラックスしていいんだよとかっていう部分で生きていくっていうのも一つ恐れの克服にもつながるんじゃないかなというところでですね。で、ここからさらにいろいろちょっと考察していきたいんですけど、今回ね、その前回 ものお話でも出てきたこのトータルセルフみたいな部分、アイゼアとかっていうところですね。これ簡単にお話しさせていただきます。詳しくはですね、ちょっとこれだけでかなり長くなっちゃうんで、メンバーさん限定でお話しさせていただきますんで、よろしければね、そちらをご利用いただければなと思います。本当に簡単にいきます。このトータルセルフ、要はこういうねイメージなんだと。タロウというね、一つのまあ大きな命の生命のエネルギーの塊が あったとして、そこからですね、こう分かれてくるとね。で、現世の状態が今、桃太郎だとしたら、過去世は金太郎で、来世、ね、もう一回生まれてくるならば、浦島太郎だとかっていうところもあったりね。まあ、こういうふうに分かれて、それぞれが経験したものを持って帰って、太郎というですね、このエネルギーが、まあ、いろんな経験、 を蓄えて、まあ、成長していくというか帰えっていくという話なんですけどここでもう一個ね出てくるのがその時間軸とかなんですよ要は「フォーカス23」とかにこう囚われてるものがあって例えば金太郎が囚われてたら本来桃太郎に輪廻してくるのはおかしいじゃないですか金太郎で止まってなきゃおかしい話なんだけどっていうただ これが実は同時に存在していてとか、ま、あいろんなね、考え方があるので、このあたりはね、ちょっとややこしいので、メンバーさん限定でお話ししてみたいなと思います。そしてですね、これが、もっと、要は上、ね、太郎の上があるんだよって考えたときに、このまず地球の中だけの話で考えると、例えば上には、まあ、ま、あ あの、姫太郎というね、大きな存在があって、ここからまあ、太郎と姫とに分かれてくると。ね。太郎はさっきのように、金太郎、桃太郎、浦島太郎だけど、姫の方は、かぐや姫、乙姫、白雪姫とかっていうふうにこうね、分かれてるんだと。で、こうやって見たときに、例えば同世代に生きてるのが、桃太郎と乙姫がね、同じ世代に生きてるとするじゃないですか。そしたら、 自分だけの観点で見ると、桃太郎と乙姫って全く別人ね、別の個体ですよね。だけど、上まで遡っていくと、 姫太郎という一つのエネルギーから来てるんだと。で、これがどん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 ね、遡っていけば、実は全部の命って同じなんじゃないかとね、元は同じところからこう来てるんじゃないかと。で、そうやって上に行けば行くほど大きくなっていくっていうのがトータルセルフだよとかっていうところなんですけど、話はここで終わらずにですね。さらにですね、今回のね、メインの話34、35、フォーカスレベル、そのぐらいまで行くと、またですね、この対応 系のねこのトータルセルフみたいなところまで行くんだということで、まあ、さっきのねこの地球の上ですねにも分かれててね姫と太郎に分かれてたのが今度別の上かどうか分かんないけどね別の方向にも分かれててこれが太陽系にも同じように存在してると考えるならばその人たちがですね今この地球の周辺に来て 手助けするためにとかね、観察するために来てるんだと。で、じゃあこれは元は同じとこから分かれてるから、ある意味自分と言っても過言じゃないよね、と。ね。だからこっちは地球担当で今回地球経験しに行くからね。で、君はちょっと太陽系の方行って、で、もしね、地球でこういうことが起きたらちょっと、 観察に来てとか手助けに来てみたいな風にやってきたのかどうかは知らないけど、どうもそうなってるんじゃないかというようなね、ことも今回の話から考察できますよね。まあこれ知ったからなんだっていう話なんですけど、ただね、さらにですよ。さらにもっと上があるんだっていうね、そこの上に行くと42とかね、49まで行くと、実はこういうね、存在が他にもいっぱいあって、 それがもともとまた大きな存在から来てる。で、それと同じようなのがまたあって、それがもっと上から来てると、どんどん遡っていくと、実はこの宇宙全体が一つの源からできてるんじゃないか、そうじゃないものはないんじゃないかとね、これ人間だけの話じゃないと仮定するとですね、すべてそうなんじゃないかなというふうに考えることもできるわけでもうこれだけでもね、ちょっと頭が痛くなってきそうなので、ご興味のある方はメンバーさん限定で、まあちょっとこの後 あたりとね魂とかのお話も掛け合わせながらちょっと考えてみたいなと思います。僕も正解はは知らないいですよ、はい、というわけでここからね今回のお話メインで簡単に考察していきたいんですけど、まあ、今言ったようにですね全てが1つから来てるんだということであればまあ、例えばね同胞とね人類の 他のね、命のことを表したり、兄弟姉妹というふうにね、表したりする方が実は自然なんじゃないか。だから他人というものは実は存在しないんじゃないかというふうに考えてもいいのかな。別にそれで損するわけじゃないので、うん、なんかあのね、全部兄弟だ。人類みんな兄弟じゃないけど、それは本当のことだと、えー、思って生きてってもいいのかなというふうにね、ちょっと ふに落ちたというかですね。で、お互いにお互いでね、こう体験し合ってる。いろんなことを体験させ合ってるかもしれない。嫌なことを言い合ったりとかね、それで、あ、こんな気持ちになるんだなとかってね、っていうところで体験し合ってるんだ。で、まあ、そうは言っても、いつもそんなね、ふうには考えては生きていけないですよね。自分というものがあって、だいたい生きてるわけですから、その時にですね、やっぱり、なんか、 辛いなとかね、こんな人生嫌だなとかって思っちゃうこともあるかもしれないんですけど、だけどそんな時は、ちょっとね、自分は確かにこの物質的に見ると一人かもしれないけど、一人じゃないんだっていうことを、まあ今回のお話からですね、ちょっとこう、勇気をもらうというかね、例えば非物質の存在でガイドとかっていうのもいるんだよとかね、それからもっと言うなら、自分だけで今生きてるわけじゃなくて、 同じようにですね、自分とこの地球でですね、過去世とかね、来世でね、生まれ変わって生きてる自分もいるんだと。上まで戻るとチーム自分みたいなのがいるんだと。ね。だから、今世、この、まあ、昭和、平成、令和とかね、このあたりの時代を俺が体験しに行くぞ。ね。で 前の自分はね、もしかしたらもっと江戸時代とかを体験してくれてるかもしれないしっていうふうに考えると、まあ、ちょっと心強くなるかなとね、ここ、ここを俺任されたんだから一生懸命、まあ、いいこともあれば悪いことと思えるようなこともあるけど、とにかく体験していこうっていうふうにね、一生懸命生きようっていうふうに、ちょっとでも勇気が湧くんじゃないかな、なかなか近くできない部分なので、ね、そう思い込むしかない部分もあるんですけど、それは、あの、結構ね、 あの僕自身は自分で勇気をもらってますというお話です。ね。チーム、大機能今、担当、みたいなね。はい。で、えー、っと、まあ、とはいえですね、そうやってみんな体験し合って、また話はね、ちょっと別の方向行きますけど、そうやって成長していった結果、最終的にですね、太陽系の、こう、リンネを卒業していくんだ。ね。まず地球のリンネを卒業していくんだとかっていうお話になって、 ってたんですけどでもこれもですね、じゃあ一生懸命今ね、こう成長しなきゃいけないんだとかじゃなくて、ある意味、その、そういうのってなんだろう、悟りとかね、こう、目覚めとかっていうのかもしれないけど、いつかはね、卒業するから大丈夫だっていうぐらいのリラックスした気持ちがいいんじゃないかなと思うんですよ。まあ、焦っちゃうんだったらね、今焦っちゃう必要があって焦っちゃうかもしれないんで、まあ、焦ってる自分もそれでいいかと。で、別に、 そういういところにに、ね、気づかずに物質主義で生きてる自分がもしいたとしてそれがいいなと思ってるんであれば、まあ、別にそれでもいいかと。なぜならいつかそれぞれのペースでそうやって目覚めが起きたりするからだっていうふうに構えていた方がいいんじゃないかなと今回のお話を聞いて思ったんですよね。だってもう同時にそういうのが存在してるとかっていう話であれば未来でどっかで自分がねもうそれを卒業してる自分も いるんだって考えるならまあまあそのねために今一生懸命やろうっていうのはいいんですけどあんまり焦ってねもう絶対目覚めなきゃいけないアセンションにとかってねなっちゃいかねないそうなってくると今度ねあのそういうものをある意味何て言うのかな、うん、商売にしてるねいう人たちにこう騙されるって言い方あんまり良くないかもしれないんだけれどもなんかそういうふうにちょっとのめり込んじゃって。 依存しちゃってとかっていうことにもなりかねないかなと。で、それは、あの、あんまり、まあ体験っていう意味でね、いい悪いはないって言ったんですけど、僕の中ではあまりよろしい体験ではないし、ね、できれば多くの人はしない方がいいんじゃないかなともね、思ってるんですよね。お互いのためにですね、騙す人も騙される人もみたいなんですね。ちょっと、このあたりはね、微妙に。 ね、歯切れが悪くて申し訳ないんですけどであの結局のところじゃ何しなきゃいけないんですかっていうと周りの人はまあ周りの人でいいんですよねただ自分は自分であの愛をもし選択したいなとかってねスーパーラブとかっていう話出てきましたよねそこに戻っていく、ね、それを発することができるようになるところまで行くのが、まあ、一つ目的だと思うのであれば、まあ、愛を選択していこうかな恐れを手放して愛でいってみようかなって やってみるとまだそこにね自分はどうもなんか違う気がするって言うんだったらそれはそれで OK だとだから今ここの自分をまあ丸ごとねまずは受け入れるということでリラックスしてるとだんだんいつかそうなってくのかなって生きてくもう本当にねもう家庭の話でしかないんで断言は絶対これできないね部分なのでこれこうだって断言してる人がいたらちょっとうんってねあの思いとどまった方がいいかなと僕は思ってますはいでえっとせっかくね今 こうして要は体験しているわけですからやっぱり坂本先生おっしゃるように恐れはどんどん手放せるなら手放していった方がいいかなと思うんですよ。要は恐れてて今ねこの目の前のことを体験できない味わえないっていうのはもったいないなと思うので今の自分ね今この瞬間の自分と一緒にいれるのはもう今だけなので精一杯ね純粋に体験していければなというところですね。 で、あのー、最後ね、所感。まあ、前回も今回も通しての所感なんですけど、やっぱどこまでもね、こう、行くと奥深いお話ですよね。で、坂本先生もおっしゃってましたけど、もう理解の範囲を超えちゃうんだ、とねいうところで、まあ、理解し尽くすことっていうのはなかなか難しいのかなと思います。 結局最終的に、まあ、死んでみないと正解はからない死んだからといってね正解がわかるとも限らないかなともね思うんですけれどもただその分かっても分からなくても結局今を生きるしかないよねっていうところなんですねでその時に生きやすくするためにこういうね知識が必要な人はもしかしたらねそういうのを学ぶ。 ことになってるのかもしれないし、それを自分でね、選択してきたのかもしれないし、こういうの聞いても別にいやって思うんだったら、それはそれでいいのかもしれないしっていうところですよね。ただ、一つあの言えることは、その奥が深いなっていうことは知っておくといいと思うんですよ。あの自分は全部わかったっていうつもりにならなくて済むので、もう全然わかんねえなぐらいのつもりで、わかんないけど今一生懸命生きようみたいなね。えーで あのどちらにせよ今ここでね生きていくっていうことが大事になってくるんであんまりそっちの方にこうのめり込みすぎないこの不思議な世界あるっていうのはもちろんねあるのはあるあるけれどもでも同時に今この世界だってあるんだ生きてるんだっていうことでどっちの比重がね大きくなければいけないかっていうとおそらくこうして生きててね今これを体験しててこの意識状態が普通の人っていうのは今 この意識状態を体験するために生きてるんじゃないかな。だから、あんまり、あの、悟ったような人とかばっかりを目指して、そっちに行っちゃうっていうよりは、それは時が来ればね、何かしらそういう体験もするのかもしれないしね、しないかもしれないしとかっていうぐらいで、結局、今、周りの人とどう付き合っていくか、一つ一つの言葉であったり、表情であったりね、えー 愛を出せてるかなとかっていうところに向かっていく方がいいんじゃないかなっていうふうにね、改めて、あの、こういうちょっと不思議なというか、すごい工事のね、あの体験してこられた佐久間先生のお話を聞いてあ、最後はやっぱり地に足をつけてそこなんだなっていうふうにね、ちょっと感じました。で、あの、やっぱりですね、実生活に私たちがこう、こういう学びをどう 生かしててていいくかっっう部分が大事になよ。その高次元の存在からねこうなんていうの通信をもらってこういう話をしてますとかねあの今ここになんかこう来てますとかって話される方とかもいると思うんですよ。それはそれであるのかもしれないけどその鵜呑みにしたり申しするのではなくてこういうふうにあのいろんな知識を自分の中に入れておいてそれをある意味ですね自分の中で いろいろ考察しながら、いいとこを取っていくみたいなね。そういう部分で、こう、簡単に、この人がこう言ってるからこうだっていうので、あの、行かない方がいいのかなっていうのは、今こうして情報がバーッとね、溢れちゃう時代だからこそ、ある意味そういう部分を私たちは学んでるっていうのもあるんじゃないかなと感じたので、非常に今回僕の話し方っていうのは、まあ、いつもそうですけど、断定しないどころかわかりませんよの連発なんですけど、うんと、 そういう姿勢でいいのかなと思うんですよ。僕は何も皆さんをこう導こうとかって思ってるわけじゃなくて、僕がこう思ってますよって勝手にね、だらだら喋ってるだけなので、あの、ただね、導いてやるぞみたいなね、こうしなさいみたいな言われてる人は、まあ、それはそれでいいかもしれないけど、あの、ちょっと、そういう時に、いろんな角度から自分の中でね、判断するっていうのを、うんと、覚えておいた方がいいんじゃないかなというね、 気はしてますというお話でした。はい。というわけでね、まあ気になった方はぜひね、ヘミシンクとか、まあモンローさんの書籍、坂本先生の書籍とか読んでみてください。というわけで、えっとメンバーさん限定でさっきトータルセルフのお話もねしてみますよって言ったんですけど、もう一個ね、あのちょっとカットした部分で、坂本先生非常にバシャールなんかもお好きでですね、バシャールの話結構何分かしてもらった部分があって、あのこちらですね、ちょっと未公開シーンで、あのメンバーさん限定で 公開させていただきたいと思います。ぜひよろしければね、興味のある方はあのそちらもご利用いただければというところですね。はい。というわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主人は自分ということを忘れずに今日も健康でお過ごしください。よろしければチャンネル登録、高評価なんかしていただけるとすごく嬉しいです。皆さんが健康で幸せでありますように、今、どんな状態にあっても必ず良くなっていきますから大丈夫ですよ。今日もありがとうございました。